法か何かやってます？多分もっと確実。リンがこんな時間に起きてる。楓は偉いっていう意味。ことだから別段気にはしてなかったが、やっぱり気にする必要なかったようだな。なってないだろうな。いやー、いくらなんでもそんなバカな真似はしませんよ。ちゃんと処理はしてきましたから安心してください。後で詳細なレポートにまとめて提出しろよ。本当に安心できるかしっかりチェックしてみる。俺様の華麗な処理法に思わず惚れてしまったりしないでくださいよ。惚れたくなるような内容であること期待させてもらうね。してないで有意義な使い方を考えるように。といったところで、そんな使い方をしてるやつ毎年片手で数えられるくらいしかいないけどね。夕日に染まった砂浜を灯台まで泣きながら全速で走っていくような生徒が。実はお菓子類ってあんまり
お恥ずかしい父で。
いね。本当に、あったかい。
ことないよ。私も終わりの方はちょっと気持ちよかったし。それにこれだけ痛かったんだもん。きっと忘れないよね。ありがとう。